の食べ物は馬刺しだったんですけど、馬刺しを毎日食べたいかって言われるとそうじゃないから、なんだろうな、好きな食べ物。2011年羽でデビュー、同世代の共感を呼び、テレビアニメ神様はじめましたでさらに多くのファンを掴んだ花江はファッションモデルとしても活躍する19歳。表参道のクリエイティブスペースロケット、超なんか空とか、人気食ブロガー平野咲子の食にまつわるアートイベント。あんまりなんかそう料理を、数日後に自分で企画した食の写真撮影を控える花江、イメージが湧いてきた。日常で食事をしててハッとしたこう普通に食べてるところの美しさとか、ちょっとフェティッシュな感じとか、そういうのを切り取れたらいいなと思います。食べてるところの写真撮影初めてなんでめっちゃ緊張する。初めての食べる撮影、順調に撮影は進み、日常を切り取った一枚。しかし急に何かを思いつき町へ。普段あまり食べないメンチカツを買い食い。お店のお母さんたちも入れて、だんだん気分が乗ってきた。突然路上に座り込みポーズを決める花江。いいそれ。あ、これやばい。お仕事楽しいよ。ビジュアルのアートワークとかにもすごい興味があるから、こういう撮影とかもなんか音楽ではないけど、表現の、私のやる表現の中の一つかなって思って。その方法が食べる。あ、猫がいる。川崎さん。花江にとっては見るもの触れるものすべてがインスピレーションの源。突然また思いついた。手すりに足を乗せ、すごいな、決めポーズ。別パターンでもう一枚。これぞ花江ワールド全開。いい感じ。この写真の面白さについて花江はどう考えているのか。これを言ったら元もないかもしれないけど、多分、まあ、写真もそうだし音楽も芸術に関することは何でも説明できないのが良さだと思ってるので、それはもう見てくれた人の、なんだろう、感性にお任せ。説明しろっていうのがちょっとね、野暮かもしれない。すいませんでした。いえ、でもそういうものです。ゆくゆくは食べ物シリーズで一冊本を作りたいんですよ。何にでも興味を持つ19歳、花江ワールドは止まらない。